皆さん、おばらきー、いばらひよりです。本日は茨城県石岡市にございます木内酒造さんの蒸留所にお邪魔しております。見てください、この綺麗な建物、すごいですよね。茨城県内に複数の拠点をお持ちの木内酒造さんなのですが、今回はその中でもウイスキーを作っていらっしゃる八郷蒸留所を見学させてもらえることになりました。木内酒造さんは1823年に茨城県那珂市で創業を開始され、清酒の菊盛りに始まり、木内梅酒、日立のネストビールなど、その土地ならではのお酒を国内外のお客様へお届けしていらっしゃいます。2016年にはウイスキー事業を開始され、2022年には日の丸ウイスキー、日の丸ジンクラフトの販売をスタートされました。また食と酒を楽しむ場として飲食事業を展開し、関東に日立のブルーイングなど10店舗を運営していらっしゃいます。本日伺う八郷蒸留所は2020年筑波山の麓である石岡市菅間に建設されました。もともとこの地には旧公民館があったのですが、その公民館を改装し、現在の八郷蒸留所として創業されているとのことです。さて、こちらで一体どうやってウイスキーが作られているのか、お酒をたしなむ私としましては本当に楽しみです。では早速中に入っていきましょう。本日は木内酒造さんのスタッフさんと一緒に見学させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして、はい、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、木内酒造八郷蒸留所の種市と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、種市さん、今日は一日よろしくお願いします。お願いいたします。では早速なんですけれども、こちらはどういった場所なんでしょうか。はい、ウイスキーの原料が大麦麦芽、大麦を発芽させたものでして、はい、実際に中のでんぷんがウイスキーになるのですが、うんうん、殻に閉じこもったままだと使えないので、はい、その殻を砕き割る破砕という工程を行っております。なるほど、じゃあこの中にある白い大きな袋の中身はもしかして。はい、砕き割る前の大麦麦芽が入っております。ものすごい量ですよね。どのくらいあるんですか。はい、1袋1トン入ってます。1回の仕込みで全部使っちゃいます。すごいで、砕くとこちらに入っている瓶の中のようになるんですね。はい、こちらが砕き割った後の大麦麦芽でございます。あ、そんなになっちゃうんですね。はい、中は元から白いものなんですか。はい、白いでんぷんがウイスキーになる部分なんですが、うんうん、ウイスキーを作る上では殻もとっても大事な役割をしますので、次の工程には殻ごとこのまま進みます。え、どういうことなんでしょうか。それも見学の中で分かっていくんでしょうかね。はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、それでは早速中にもご案内よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら建物の中にやってきたんですが、とってもいいウイスキーの香りがします。もしかしてこの木の板とか全部ウイスキーの樽だったりするんですか。いや、それはないかなじゃあ本当に作られている、はいはい、工場です。工場から匂いが、はい、いい香りを本当に皆さんにもお届けしたいです。とっても素敵な場所なんですけれども、はい、こちら今手元に先ほどのこちら砕いた麦ですかね。はい、大麦麦芽を砕いたものこちらにご用意しております。こちらを次の工程にする作業場かなんかなんですか。はい、こちらではこの砕き割った大麦麦芽とお湯を混ぜ合わせて右側のタンクに流し込んでいます。こちらは中身だけじゃなくて先ほど言ってた殻も一緒に、もう全部一緒に砕いたものとお湯を混ぜるということですかね。はい、おっしゃる通りです。なるほど、はい、麦芽とお湯を混ぜ合わせることで、はい、麦芽に含む酵素の力を使ってこの白いでんぷんを甘い糖に分解するという糖化という工程を行っています。なるほど、そうやって混ぜ合わせた糖化したものがこの真ん中のものですか。はい、この茶色い液体が
麦のジュース、麦汁と呼ばれる液体です。麦のジュース、通りでなんだかビールみたいな色になりましたね。はい、ここまでの作り方はビールと同じでございます。そうなんですね。それからどうやってウイスキーにしていくんでしょう。はい、この時点ではまだアルコールがない状態ですので。あ、そうか。はい、この麦汁と酵母を次の工程で混ぜ合わせます。はい、ただ見ての通り殻が邪魔してその次の工程に進むことができません。そうですね、下にこう沈殿といいますか溜まっている大部分の部分は殻なんですね。はい、ですので殻ごと右側のタンクから左側のタンクに全部移しちゃいます。すごい、はい、それでそれで左側のタンクはろ過槽、ろ過するタンクです。はい、ろ過するタンクの中にはこのような鉄板が引いてあります。あ、何やら線ですか。穴ぼこが開いてますね。はい、こちらが網のような役割をする鉄板です。はい、この鉄板の上に殻ごと麦汁を乗せてあげることで鉄板に引っかかってくれた、あえて残した殻の層がフィルターの役割をしてくれますので上から液体を引き抜くことで殻のない麦汁を取ることができます。なるほど、鉄板の上に殻もたまりますしその溜まったところも利用してろ過していくんですね。はい、なので殻をあえて残していました。なるほど、先ほどの謎が解けましたね。ではまた次の工程も見せていただけますでしょうか。はい、ぜひ次は発酵の工程ご説明します。では参りましょう。さて、先ほど作ったろ過した麦ジュースですかね、それを次はどうするんでしょうか。はい、先ほどろ過した麦ジュース、麦汁と酵母を合わせて酵母の力を使って発酵をこちらのタンクで行っております。種市さん、もしかしてこのタンク樽ですよね。はい、木製です。大きな樽が、あれ奥にもつながってます。何個ぐらいあるんですか。木のタンクは4つございます。すごい大きさ。この中にはどのぐらいの麦ジュースが入るんでしょう。はい、この中には5000リッター麦汁と酵母が入ります。すごい、もう量の単位が凄まじいんですけれども、でもちょっと待ってください。先ほどの麦ジュースは2階にあったと思うんですけど、この1階までどうやって運ぶんですか。はい、すべてこの建物には配管が張り巡らされていますので配管を通ってこの発酵タンクにやってきました。全部つながってるんですね。はい、すごい。じゃあこの樽の中で発酵酵母と混ぜ合わせて発酵させるんですね。はい、酵母の力を使って麦のジュースに含む甘い糖をアルコールに分解しています。ここでついに麦がアルコールになるんですね。はい、さてお次に移動してまいりました、こちらはどういった場所なんでしょうか。はい、先ほど発酵を終えたこのもろみと呼ばれるアルコール 7% 含む液体を銅製のポットスチルと呼ばれる蒸留器を使って蒸留することでアルコールを高めていく工程でございます。アルコール度数はこの時点で何パーセントでしたっけ。 7% 含まれております。ちょっと匂いとか嗅いでみてもいいですか。はい、ぜひ嗅いでみてください。ビールみたいです。はい、麦汁作りまではビールと同じなので、はい、同じ香りが、似たような香りがしてきたかなと思います。なるほど、ではこちらの液体と言っていいんですか、何でしたっけ、もろみ、あ、はい、もろみですね。もろみをこちらの後ろの、何でしょう、こちらのすごい釜になるんですか。はい、銅製の蒸留器、釜でございます。なるほど、蒸留っていうのはどういった作業なんでしたっけ。はい、水の沸点が100度に対して、はい、アルコールの沸点大体78度ぐらいととっても低いので、その間の温度で温めてあげることでアルコールの沸点は達してますから、はい、アルコール成分を蒸発させて、
その蒸気を冷やして液体に戻すという工程です。じゃあちょっと日和今見た目で釜って言ってしまったんですけど、あながち間違ってないんですね。はい、合ってますよ。じゃあ熱く熱して、はい、アルコールだけを抽出して、でもここ釜が2個ありますよね。はい、2回蒸留を行います。え、なるほど、なんでですか。はい、どん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 アルコール純度を高めていく工程です。なるほど、最初の 7% のもろみから、はい、次って何パーセントになるんでしたっけ。もろみを一度蒸留しますとこのような液体です。 25% お、はい、ございます。アルコールに近づいてきましたね。はい、でそれをさらにもう一回蒸留するんですね。はい、こちらをもう一度蒸留しますとこのような綺麗な透明の液体 70% アルコール度数がございます。実際に見てみると透明度全然違いますね。はい、とっても綺麗なこの透明な液体が樽に詰める前のウイスキーでございます。この大きなポットスチルだけでどのぐらいの量が入るんですか。はい、手前の蒸留器は1万2000リッターという容量があります。そこから最初の蒸留でどれぐらいまで減っちゃうんですか。最終的に1万リッターが1000リッターになります。え、10分の1ですか。はい、その分、はい、アルコールは 7% から70% まで上がっております。単純計算で10倍のアルコール度数になった。はい、おっしゃる通りです。それにしても大きな釜ですけど、これはよくあるウイスキー工場のポットスチル、こちらの形なんですか。はい、ただ細かく蒸留所によって形が異なってきます。じゃあこちらだけでしか見られない釜でもあるんですね。はい、オーダーメイドで作ってもらった釜です。すごい。なるほど、はい、ちなみに足元にあるそのアルコールスプレーですか、はい、こちらオリジナルのものなんでしょ。はい、こちらがですね、先ほどご説明した2度蒸留が終わった蒸留液ウイスキーの原酒でございます。 70% もアルコール度数があるので消毒液代わりに、はい、ご用意しております。ちょっとかけてみてもらっていいですか。はい、ウイスキーを手に塗ってます。最高、いい匂いです。じゃあ除菌もされたということで次の場所へのご案内よろしくお願いします。はい、次は熟成の工程ご案内します。はい、種市さん、こちらは綺麗なボトルが並んでいますけれども、どういった場所なんでしょうか。はい、こちらは熟成庫、ウイスキーを熟成している倉庫でございます。蒸留したウイスキーをついに樽に入れる作業っていうことでよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです。こちらが先ほど消毒液としてでも使っていただきました樽に詰める前のウイスキーでございます。綺麗な透明な色をしてますね。はい、この透明な液体をもともと違うお酒が入っていた樽に詰めて熟成を進めていきます。なるほど、もしかしてこの隣にあるのが。はい、こちらはもともとバーボンウイスキーが入っていた樽にこの透明な液体を詰めて熟成させたものです。違いは、はい、1年熟成と3年熟成でございます。すごいですね、1年でこんなに色が変わるんですね。はい、綺麗な褐色ですよね。はい、でそこからまた3年にもなると微妙にまた色味が深まって、わー綺麗ですね。はい、これは樽の成分が溶け込むみたいなイメージなんですかね。はい、樽の木の成分だったり、もともと入っていたお酒の味わいも使ってどん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 味に深みが増していきます。なるほど、じゃあこちらにあるお隣のこのウイスキーたちは全部樽が違うっていうことですね。はい、おっしゃる通りです。わあ、すごい。特に気になるのが、例えばこの色の濃いウイスキー、
こちらはどういった樽に入ってたんですか？はい、もともとポートワインが入っていた樽を使って熟成させたものです。なるほど、ワインだからそのなんでしょう、ブドウの色味といいますか、成分が溶け出してるんですね。はい、なるほど。じゃあ例えばこちらなんか綺麗な、なんか黄色だけじゃなくて赤みもあるような色ですけれども、こちらは？はい、こちらの樽はもともとチェリーブランデー、さくらんぼの蒸留酒が入っていた樽でございます。なるほど、だから通りでちょっと赤みもあるような綺麗なブランデーの色ですね。はい、じゃあ例えばこの端の2つだったら色味が似ていますね。はい、こちらは実は同じアメリカのウイスキー、バーボンウイスキーが入っていた樽なんです。バーボン美味しいですよね。でも微妙に違いますけど、この色味の違いっていうのはどういったことで起こるんですか？はい、樽の木の内側を強く焼いてあるか弱く焼いてあるか、それだけでも出てくる味わいが大きく変わってきます。あ、この後ろの木って飾りじゃなくて樽だったんですね。はい、実際の樽を解体したものです。なるほど、あ、こんなに焼き目が違うっていうか、焼いてあるもんなんですね、樽の中身って。はい、活性炭の意味合いがあったりとか、生木の渋い成分を抑える意味合いがあります。なるほど、勉強になりました、ありがとうございます。わーい、すごい樽がたくさん。こちらもしかしなくても貯蔵庫ですね。はい、おっしゃる通りです。ここでウイスキーを熟成させています。すごい大きな樽ですけれども、こちら一つでどのくらいの量のウイスキーが入ってるんですか？はい、約200リッター入っています。すごい、よく見ると樽になかなかの年季が入っているようにも見受けられますが、長くこちらで使っている樽なんですか？こちらはもともと違うお酒を熟成していた樽でして、それを海外から輸入して私たちが使っています。なるほど、だからちょっと先ほど実は日和うろうろさせていただいたんですけれども、なんか英語のスタンプが押してあったり、英語のシールが貼ってあったり、それもじゃあほとんど海外から来た樽っていうことなんですかね？はい、海を越えてはるばる日本にやってきました。すごい。あ、なんか何でしょうこちら、 QR コードのようなものが、あれ、全部の樽に貼ってある。日付も書いてありますが、こちらで管理されているんですか？はい、この日付は熟成を始めた日を記載しています。すごい。ちなみに一番近くにあるこの樽はどのぐらい熟成させるんですか？期間は決まっていないんです。え、サンプルを取って出荷される時を味わいを見計らって待っています。じゃあそのサンプルをこう試飲した時に、今だってタイミングで出荷するんですね。おっしゃる通りです。そういえばここまで日和たくさんウイスキーのことに学ばせていただいていましたけれども、まだ味わってないんですよね。種市さん、この後ウイスキーをちょっとだけいただくことってできたりしますでしょうか？ウイスキーだけでなくハムもご用意しておりますので、ぜひ試飲に移りたいと思います。あ、楽しみ。ぜひ行きましょう。日和がいただきますのはウイスキー3種類、そして八郷蒸留所さんの敷地内にございますハム工房で作られている生ハムとベーコンになります。日和は試飲だけだと思っていたのですが、木内酒造さんからこちらの生ハムやベーコンと一緒に食べて試飲するのがおすすめだと伺いましたので、じゃーん、注文しちゃいました。早速一つずついただくんですが、せっかくならご説明いただいた方がいいと思うので、聞きながら楽しんでいこうと思います。ではまずこちらはどういう種類のウイスキーなんでしょうか？はい、こちらのウイスキーはシングルカスクといいまして、1本の樽から出したウイスキーをそのまま瓶詰めしたものでございます。こちらはモルトウイスキーといいまして、大麦麦芽だけを原料としたウイスキーでございます。なる
ほど。味にはどのような特徴があるんですか？はい、こちらを発酵させる際、自社培養しているオリジナルの酵母を加えておりますので、はい、その作用もあってチョコレートみたいな優しい甘さが広がります。ご当地ならでは、茨城ならではなんですね。はい、では早速いただきます。ではまず匂いから。本当にチョコレートみたいな、スイーツみたいな匂いしますね。いい香り。あー、でもそれが何でしょう、本当にスイーツと勘違いするくらいなんで、ウイスキーっぽさがいい意味でないというか。でもそれを口に含むと、あ、甘さっていうよりも逆にパンチが効いたような、何でしょう、塩分が欲しくなるような、なんかピリッと感じる。もう何でしょう、そうですね、はい、度数も 48% ありますので、はい、アルコール度数の高さもあるかもしれないですね。なるほど、はい、これはこちらのチェイサーと、二口目、三口目から割って飲む楽しさもあるっていうことですかね。そうですね、はい、加水しますと、はい、香ってくる香りもどんどん変化していきますので、ぜひお楽しみください。あ、香りが変わった。あ、普段口にするウイスキーらしさのようなものを香ってまいりました。いただきます。また違った味わいな。いかがでしょうか。あ、今度はすっきり鼻に抜ける感じがあって、あ、お料理が進むようなイメージもあります。そうですね、飲みやすくなったかなと思います、はい。あ、でも最初のチョコレートの甘い香りっていうのはやっぱりストレートで、一度は嗅いでもらいたいですね、視聴者の皆さんにも。ありがとうございます。はい、では続いてはこちらの真ん中のウイスキーについて教えていただけますでしょうか。はい、こちらの真ん中のウイスキーは先ほどと同じ原料、大麦麦芽だけを原料としたモルトウイスキーでございます。はい、こちらは樽に特徴がございまして、木の材質を桜の木に張り替えた桜樽を使って熟成させた桜のウイスキーでございます。わー、気になります。え、そうなるとどのような味わいになるんですか。はい、こちらも面白くてですね、うん、桜の葉の塩漬けのような和風な味わいに変わります。え、でも葉っぱが入ってないのに樽、木だけですよね。そうです、木の成分がとっても強くて、はい、華やかな味わいに仕上がりましたので、ぜひお試しください。楽しみです。では早速いただいてまいりましょう、はい、あ、匂いがすでにちょっと桜っぽい春の香りがします。フルーティー、いただきます。あ、鼻から抜けるフルーティーさ、え、めちゃくちゃ美味しい。あ、最後はちょっと甘い感じも、でも下に残るのは桜の塩漬けえ、嘘だと思ってません、視聴者の皆さん、本当なんですよ。え、これはチェイサーでちょっとお水も足したバージョンもいただきますね。実はお水を足した方が桜の風味が分かりやすくなりました、うん、まさかの。これはゆっくりずっとこのウイスキーだけをチビ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 立ちしなんで、このフルーティーさ、風味をずっと味わっていられるような感動的な味ですね、こちらは。とかって言ってるとずっと飲んでいちゃいそうなので、次のウイスキーもご説明お願いいたします。では改めまして、最後にこちらのウイスキーについてもご説明お願いいたします。はい、こちらのウイスキーはいくつかの樽のウイスキーを混ぜ合わせた、いわゆるブレンドしたウイスキーでございます。そういったウイスキーもあるんですね。はい、こちらは先ほど飲んでいただいたモルトウイスキーだったり、うん、はい、弊社日本酒の酒蔵なので、はい、その日本酒の酒米を加えたお米のウイスキーも混ぜ合わせたブレンドしたウイスキーでございます。そういったブレンドの
この部分が美味しい、これならいけるっていうのを皆さんでいろんな配合で混ぜて考えられたっていうことなんですか？はい、おっしゃる通りです。一番ベストを見つけた、ブレンドしたウイスキーでございます。ちなみにその味にたどり着くまでどのくらいの期間がかかるんでしょうか？はい、長くて1年はかかる時もございます。うわー、ではそんなこちらのオリジナルブレンドのウイスキーいただいていきたいと思います。わあ、いい香り。ウイスキーらしいといえばらしいですけど、いろんなのが混ざってると言われてみれば、そうですね、甘さも感じつつパンチも効いてるような気がする。うわあ、飲むのが楽しい。早速いってみます。わあ、ピリッとします。あ、ピリあ、でもフルーティーさもふんわりきて、なんか舌に残るのは甘みのような気も、なんかいろんなお食事に合いそうですね。早速こちらも加水してみましょう。あ、なんだか香りが柔らかくなったかも。いただきます。あー、よりまろやかにピリッと。わ、このピリッと感が癖になってきました。あ、なんだか生ハムやなんかご飯も食べたくなってきましたね。本当にこちらいろんなお食事に合う、なんでしょう、さすが長い時間をかけられて皆さんでこうブレンドをしてくださったのが伝わるような、ご飯に合うように作られたんですか、もしかして。そうですね、お米を加えて優しい甘さがお食事に合うかと思います。早速こちらの生ハムの方もいただいてもよろしいでしょうか？はい、ぜひお召し上がりください。はい、ではこちらプロシュートですか？はい、いただきます。うん、あ、ちょうどいい食辛さだね。やごら、これは豚のどの部分なんですか？こちらは豚のもも肉でございます。うわ、柔らか、口の中でどんどんとろけなくなっていくような。わ、噛めば噛むほど旨味を感じたいけれども、どんどん口の中でなくなっていく。うん、うわ、こちらはもうそこで作られてますもんね。はい、隣接しているバレルスモークというハウセージとハムの工場で作っております。ですよね、窓越しに何度も通りかかって拝見しました。じゃあそちらのサラミもかかってましたよね？はい、ぜひお召し上がりください。いただきます。あ、これはサラミのちょうどいい脂身が、うわ、ウイスキーがこれ進みますね。はい、脂身も甘くって。甘いんです。そうなんです、はい、うーん、でも何でしょう、こってりしすぎず、これもちょうどいい塩梅だなよ。うわー、美味しい。うわー、実家の父ちゃん母ちゃんに食わせてーなや、これ。え、こちらってこちらで注文もできますし、買って帰りたりなんか。もちろんお持ち帰り用もご用意しております。やったー、もういっぱい今日は買って帰っちゃおうかな。いや、たくさんのウイスキーを試飲させていただいた上に、美味しい生ハム、サラミ、ベーコンまでいただけて大満足でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちなみに日和のお気に入りはやっぱり、うーん、どれもとっても美味しかったですけど、真ん中の桜の樽のウイスキーですね。本当に感動しました。嬉しいです。なんかウイスキー一つとっても、ま、味は違いますけど、なんでしょう、ここまで風味の違うんだっていうのに感動しましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこちらで見学ツアーは以上となります。そうしましたら一度入り口の方に戻りましょうかね。それではこちらで見学ツアーは以上となります。さあね、
一さん、本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。ウイスキーのことたくさん知れてとっても勉強になりました。ありがとうございます。では最後に、今イバキラ TV をご覧になっている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。はい、国産の原料にこだわった私たちのウイスキーとハムをぜひ食べに飲みに来てください。お待ちしております。ありがとうございます。それでは本日はこちらで以上となります。ぜひ日和さんチームの皆さんもこちら八郷蒸留所さんにぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお会いしましょう。じゃあ最後は一緒でバイバイで終わりにしましょう、はい、せーの、バイバーイ。